はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは。ライトニングボルテックス大好きマン、リュウです。さあ本日なんですが、ライトニングボルテックスっていうこのカードね、新パックで実装になったんですけども、これどんなデッキと相性がいいかと。簡単に言うとですね、相手のモンスターを吹き飛ばしてワンキルできるデッキと相性がいいですよと。猿みたいなデッキと相性がいいんですよ、この、カードね。手札を1枚捨てて、相手のフィールドの表側表示の、モンスターを全て破壊するっていう効果なんですけども、皆さん小学生の時とかはよくやってたんじゃないですか。ハーピーの羽暴挙って、で、サンダーボルト打って、で、適当なモンスター出してワンキルするっていう。これがね、デュエルリンクスでもね、疑似、ハーピーの羽暴挙サンダーボルトワンキルっていうのができるようになりまして、直射的ハリケーン打って、でライトニングボルテックス打ってワンキルするっていう、ほんと猿みたいなね、ことができるようになりましたんで、これなんかもう大人がやっていい遊びじゃないと思うんだけども、これをやっていきたい、今日は。で、1枚で、安定的にワンキルが取れるデッキって何があるかなと思ったんですけども、まあ、オノマトですかね。オノマトが一番なんか安定的になんかワンキルが取れると思うんですよ、これ。このデッキが。なんで、ライトニングボルテックスと局所を打って、で、手札2枚でワンキルしていくっていう。まあ、そういう感じのデッキですね。で、モンスター新しく追加されました。このね、気候忍者ブレードハートっていうのはこれ強いですね、これ非常に。戦士族レベル 4×2 で作れて、一旦に一度自分の、エクシエサイを一つ取り除いて、自分のフィールドの忍者を2回攻撃できるようにすると。まあ、自分も忍者なんでね、こういうと対象に取ると、2200、で2回攻撃できると。要するにガガガ侍の上位互換みたいな感じです。ガガガ侍って1900しかなかったんで、ワンキル取れなかったんですけども、こいつね2200あるんでワンキル取れるんですよ。なんで、ライトニングボルテックス脳死で打って、脳死で局所して、脳死でこことここでこれ出してワンキルするっていうね、ほんとなんかマジで頭悪いデッキです。はい、見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いいだろう、進化した最強ドラゴン。よし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 、テーダー強いぞ、テーダー強い。目覚めの戦列、これ猿ワンキル決まるわ。これ猿すぎるワンキル決まる。これ皆さん昔やってませんでした？僕はなんかゲームボーイかなんかでやってましたね。ハービーの羽根防御打ってサンダーボルト打って、でデビルフランケン出して、デビルフランケン効果でアルティメット出して、アルティメットに巨大化つけてぶん殴るっていうゴミ猿ワンキルをね、ゲームボーイ、なんかあれ遊戯王のなんちゃらかんちゃらどうちゃらこうちゃらっていうなんかゲームボーイのゲームあったじゃないですか。あれでやってました。太鼓の白石いいだろう。さあ太鼓の白石の効果発動、白きレリューはいいだろう、いいだろういいだろう、目に物見したりドロー。よし、ライトニングボルテックス発動。ライトニングボルテックスの効果によってライトニングボルテックスでぶち殺していく。そしてスキルを発動、局所を打つ必要なかったわ。沼と変化によってなんかいい感じのカードを2枚で消耗して、なんかそこそこ強そうなカードを2枚サーチしていく。これと、そしてこれでいいのかな、これでいいんですね、これでもいいですね、なんでもいいや。そして、希望をオノマトピアを召喚、そしてズババ番長を特殊召喚。みんな今まではここでガガガ侍を出してワンキル届かないってことがあったんですよ。今度のオノマトは違うぜ、いけ。モンスターをエクシエス召喚、気候忍者ブレードハート、ブレードハートのモンスター効果発動、オーバーレニューイットを1つ使い、このモンスターは一旦に2回殴ることができる。バトルベース、2202連打、対戦ありがとうございました。やばい、これマジでこれやってること猿すぎてマジで楽しい。さあお相手の方、おっと龍一のみさんじゃないですか。いくぞ龍さん、今の君に私は倒せない、限界を超える限りは。やばい、違う、テックジーナス見なくなったな、全然見なくなりましたね。やっぱ妨害札に弱すぎるんですね、バックの、まあ、バックそんなに多い環境じゃないとは思うけど、妨害札が多すぎる問題が発生してるんで。はいはい、スターガーディアン OK です。スターガーディアンリビット解放レベル5。さあスターガーディアンの効果によってスクリーンサーペント、うわ強い、およそ強い、
まあ、ライトニングボルテックスで分からせることができる。ライトニングボルテックスとかいう最強カードで分からせることができる。ライトニングボルテックスとガガガボルト、あでもあれか、で出てきてハリバードからあいつがブレードガンナーがめんどくせえな。カモの重火器がめんどくせえわ。あワンダマちゃん、あそれブラロオニマルの構えってこと。あブラロオニマルの構えか、はいはい、なるほどね。ああそれライトニングボルテックスだわそれ。じゃあそれはねもうぶっ刺さり、それはねもうぶっ刺さり、ライトニングボルテックスを発動。ライトニングボルテックスによって相手の大手が用意モンスターを全て破壊する。強すぎるだろ、ふざけんな。ガガガシスターを召喚、シスター効果発動。シスター効果によってこれリンド、リンドリか、リンドリア、リンドリアで、オズマトランス発動して、でこうして、ちょっとオノマト初心者なんですいません、なんか回し方下手だったら。マジで俺オノマト初心者すぎて回し方全然分かってないんですけど、ガガガウィンドじゃなくてよかったなこれ。あでもガガウィンドの方がいいか、これ2体ですよ。これオノマトピアこうして、でオノマトピア効果で番長を出して、でガガシスターの効果でレベル6にしていく。こっちはね、で6にして、でトレミス出せばいいか。フォトンストリークバウンサー出しちゃうとあれだもん、素材が切れないもん。こうして、こうして、そのさソリティアめっちゃ見てくれてるけど、なんか誘発あんのかな。でトレミス効果、オノマトピア切って、相手のカード戻してあげればいいのかな、これね。これでいいのかな。なんか戻してあげよう、嬉しそうな、戻ってきたら嬉しいカード。恐竜からか戻してあげるかな。恐竜なんか何戻してもいいな別に。恐竜戻してあげよう、恐竜戻してあげるよ、嬉しいかい。そしてズママンチョウのガガコートの効果発動、もちろんオノマトピアを特殊召喚。そしてレベル4の戦士族モンスターに対でオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。ガガガだと思った、違うんだな。イケキコ忍者ブレードハート、ブレードハートのモンスター効果発動。これでブレードハートは2回攻撃することが可能。いけブレードハート2連打、大戦ありがとうございました。最強か、強すぎ。ライトニングボルテックスぶっ刺さり、かわいそうにアンチのミスター。さあお相手の方、不動優勢君、よろしくお願い、行くぞ優勢。あー弱えなこれハンド。まあこれはウィンド、魔法カード戻しちゃう方がいいか。魔法カード戻して、魔法カード戻して、先行取っちゃっても一応オノマトムーブはできますからねこのデッキね。でこうして、でこうして、でシスター召喚からウィンドかな。シスター召喚、これへ僕オノマト初心者なんでマジで下手くそだったすいません。これなんかもうちょっといい展開あるよみたいなことだったらすいません。でこうして、でランク4じゃなくてランク6立てればいいのかな、これ先に。これ順番合ってんのかな、ちょ分かんねえや俺、オノマト回してねえから全然。フォトンストリックバウンサーでいいのかな、これフォトンストリックバウンサーは絶対立てたいですよね先行では。さあフォトンストリックバウンサーを召喚、でウィンド発動を、これローチ出しといた方がいいのかな、これローチ出しとくか。一応開始のターンでね返せるようにガガガヘッド持ってきとくみたいな展開も多分あると思うんですけど、ちょっと分かんないですけど、まあ、こうしといたら結構強そう。これで特殊召喚封じ、効果封じみたいなことできるんで、まあちょっと手札4枚使って2枚出してるんでちょっと若干弱いですけど、まあ、しょうがないですね。さあ結構まあそこそこ強い場面になったぞ今。特殊召喚は無効であり、カードは拾った、何やばいやばいよそれ、無理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 、ゴブリンドパーク
無理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 、もうやばいわ。ライドニングボルテックス強すぎる、強すぎ。ちょ本当にこれ環境壊れてません？大丈夫ですか？環境ぶっ壊れてる説、ブレードハート、やっばい、終わった。やばすぎるこれ。なんだよこのサルワンキルの横行は。なんなんだこのゲームは。ガーディアンの力、やばいこと起きた、やばいこと起きた、やばいこと起きた。何このデッキ強すぎるんですけど。最強か、ブレードハートガーディアンデッキ、これティアゼロだ。